わー、できた。これはすごいぞ。背脂んとこじゃん。どうも、たつみです。今日はこちらを食べていきます。ラーメン荘歴史を刻め。すごいですね。結構破壊的なラーメンですね。こちらを食べていきます。こちら大阪の下新庄総本店が本店ですかね。いや、これ食ったら元気になるでしょう。麺もね、2つ。今回は1個を使って、もう1個は別のレシピで後に公開していきたいと思います。いや、スープも激しめだな、これ。それでは早速作っていきましょう。スープ12分、麺を7分半。美味しそうだね。わあ。上積みを取って、結構な背脂じゃない。あ。すごくない？太かそしてかけると、これはすごいぞ。うわぁ、できた。これはすごいぞ。いや、野菜も盛りって乗っているところにこのぶっとい麺。いただきます。見てこのチャーシュー、ぶっとい。こんなぶっといんだよ。おお。ああ、これはもうしみるわ。こんながっつり食いたかった。今ちょうどお腹空いてたからさ。やっぱり野菜を一回つけたいな、これ。そしてわしづかみ。わあ、うん、おいしい。かなりおいしいよね。うん、これだいたい麺量が 200g ぐらいかな。2つで400になってたから。おいしい。おいしいよ。タレも結構濃いよね、これね。うん、うまっ。こんな上質な味わいだったっけ、二郎系って。あ、どうぞ召し上がってください。やっぱり関西屈指の二郎系と言われるだけあるよね。うん、背脂トロッとしたよ。背脂がもう柔らかくてもはや可愛いよ。ジャンクの旨味がいいね。うん、わしづかみラーメンだよ、これ、ほんと。そして忘れていました、極太チャーシュー。おっ。結構弾力あるな。角煮じゃん。本当だよね。ほとんど角煮。そして角煮からのわしづかみ。もうないけど。なーい。ほとんどないけど。なーい。チャーシュー終わったよ。
背脂のとこちゃん、ね、レンゲにたっぷり乗った背脂の可愛い子ちゃんたち、いただきます。うん、ガツンだね、さすがって感じ。うわ、いいじゃんそれ。これいいね、うん、これね、このジャンクな感じと野菜っていう最高の組み合わせ。ちょっとあの罪悪感薄めてくれるよね。ね、この野菜でプラマイゼロだよ。はい、ということで食べていきました。ラーメン荘歴史を刻め、大阪にあるラーメンを、まあ、東京の世田谷にも店舗があるみたいなんですけども、お家でいただいてきました。皆様よかったらぜひ購入して食べてください。